玉は 34.7 度まで上がったんですが、その他の各地大体31度から32度ぐらいで、まあ、控えめな暑さあそうですね。ではあるんですが、はい、明日のポイントはこうなります。一気に猛烈な暑さにとなりますか、はい、これはどうするか。夏の高気圧の予想で見てみましょう。こちらはですね、太平洋高気圧の真夏のゾーンです。このオレンジ色のこの、まあ、今日は関東ギリギリでしたから雲が多かったんですね。でニュースでもお伝えしていますが、梅雨前線の影響でこちら東北地方では大変な大雨ということになっています。ではこの今夜にどうなるのか、明日にかけてパワーアップして関東を通ってくるということで、こうなりますと下の夏空と猛暑にセットということになりそうです。では予報を見てみましょう。で明日はもう強い日差しが照りつけます。ただ午後は内陸中心に激しい夕立の恐れがありますので、天気の急変気をつけてください。そして最低気温は大体これ今朝と同じぐらいで、南部は熱帯夜というところが多いです。最高気温がぐっと上がります。多くのところが36度ぐらいの体温並み、熊谷と前橋は38度の予想です。こうなりますと暑さ指数は各地とも危険、東京、埼玉、千葉、静岡には熱中症警戒アラートも出されています。気をつけてください。1週間予報を見ると、暑さのピークは明後日月曜日、海の日37度、火曜日も36度、ただその後はちょっと夏が失速して30度前後となりそうです。秋田県では大雨となっている警戒が必要です。そうですね、まだまだ厳重な警戒です。明日にかけても東北地方は断続的に雨が降ります。災害の危険度高いですから警戒してください。でそして最高気温を見ると、晴れるところ関東から九州は気温が上がります。東京、鳥取、福岡は36度の予想。簡単な問題だ。N 高等学校。